池山隆館は、兵庫県天ヶ崎市出身の元プロ野球選手、コーチ、野球解説者、野球評論家、タレント。フルスイングを心情としており、その豪快なスイングから、ブンブン丸の愛称で親しまれる。そのバッティングスタイルから、現役時代は、三振が多かったものの、1988年から5年連続で、30本塁打を達成するなど、 ヤクルトスワローズ一筋で19年間にわたり活躍したフランチャイズプレイヤーであった。兵庫県天ヶ崎市出身。私立天ヶ崎高校では三塁手、三番打者として1983年第65回全国選手権に出場。二回戦では延長10回の熱戦で鴨川茂春投手のいた茨城東高に勝って3回戦に進むが、 AS 山田武史を擁する久留米賞に9回逆転、サヨナラ負けを喫する。1983年度ドラフト会議にて、ヤクルト、近鉄、巨人が2位指名で競合し、抽選の結果ヤクルトスワローズが、指名権を獲得して入団する。背番号は36。入団2年目より、代打、守備固めで1軍で出場。1987年には、前年まで、 レギュラー遊撃手だった水谷慎太郎がシーズン前級となったため桜井真一とのポジション争いを制してレギュラー遊撃手に定着当初は8番打者だった1988年水谷にが復帰したがレギュラー起用され持ち前の長打力で同年から5年連続で30本塁打を記録した1990年には打率 303.31本塁打、97打点という記録を残し、遊撃手としては史上初の3割30本を達成した。同年8月23日の中日戦ではサイクル安打も達成した。1991年は32本塁打を放ちチームに貢献した。1992年からは背番号を1に変更した。5年連続で30本塁打を打った。 1993年は、故障や頭部支給による影響もあって、108試合の出場にとどまり、連続30本塁打がストップ。以降も、頭部支給の恐怖心が拭えず、打撃は消極的になり、20本塁打に届かなくなった。1996年からは、アキレス腱痛に悩まされ始める。1997年からは、 宮本真也の台頭もあって三塁手へ転向する。1998年は宮本が脱税事件の関係で開幕から出場できなかったこともあり、開幕からしばらくは遊撃手で出場をした。2000年は監督の若松務が衰えが目立ってきた池山を説得し、岩村明則を三塁手のレギュラーに抜擢し、二塁手や外野手として、 先発出場したが、レギュラー定着はできず、代打を務めることが多くなった。2001年には、背番号1が岩村に渡り、自身は前年に入団時の36に戻した。2002年に現役を引退した。引退試合2002年10月17日、明治神宮球場での広島東洋カープ戦で、引退試合が行われた。 4万5千人の満員の大観衆で埋まり、3番、遊撃手で、先発出場。打撃では5打数1安打で、8回には、現役最後の安打となる左中間二塁打を放ち、守備でも4回に、遊撃、延長10回には1塁でもファインプレーを披露した。試合は1から1の同点で迎えた10回表に、広島が1点を勝ち越したが、その裏ヤクルトは、 池山にもう一度打順を回そうと、飯田哲也がセーフティバントを試み一塁へヘッドスライディング。続く、稲葉厚敷がギダで繋いで西二塁の局面。つまり、本塁打が出れば逆転さよならとなる場面で池山に打順が回った。ファンが代名詞のフルスイングを求めて池山コールを送る中で池山は長谷川正之が投じた。 急速 150km 超の直球に1球目、2球目と続けて空振り。3球目、152km の直球に対して、代名詞のフルスイングで空振り三振に終わり、1から2で試合は終了した。三振をする時の池山は、右膝が曲がらない状態であったといい、試合終了後はまともに歩ける状態ではなく、足を引きずりながらマウンドに歩み寄って、 長谷川らと握手を交わした。試合後には引退セレモニーが行われ、引退挨拶で、今日まで19年、多くの応援をいただいた。こんなに幸せな男はいません。これから第二の人生の打席に入りますが、必ず皆様の前に戻ってきますとメッセージを送り、最後に自身が好きな言葉である、夢ありがとうを叫んだ。また同年休世した。 ヤクルトスワローズ元応援団長の岡田正康への感謝の言葉を述べ、スタンドを埋めたファンの涙を誘う場面もあった。なお夫人は引退の意向を告げられた際に死ぬ思いで頑張ってきたのを見てきましたからと振り返っている。東北楽天ゴールデンイーグルス二軍監督時代2003年から2005年までは、フジテレビ日本放送の野球解説者及び、産経スポーツの野球評論家を務めた。 2006年からは、ヤクルト時代の恩師である、野村克也監督の下で東北楽天ゴールデンイーグルス一軍打撃コーチを務め、2009年に退任するまでに、首位打者二人、本塁打、大一人を輩出した。山崎は、池山さんなら、ヤクルト時代から野村克也監督の ID 野球が、染み付いているから、バッティング、データ面でも参考になりましたと著書に記している。 2010年はデイリースポーツの野球評論家を務めた。2011年には古巣であるヤクルトへ復帰。2012年までは2軍打撃コーチを務めた。2013年は1軍打撃コーチを務めた。2014年には再び2軍打撃コーチを務めることが決まった。2015年には2軍野手総合コーチを務めた。10月にヤクルト対談を発表した直後に、 再び楽天へ復帰することが決定し、同年11月の周期キャンプから楽天の一軍打撃コーチを務めた。2017年には一軍チーフコーチを務める。2018年には二軍監督を務めたものの、同年10月5日に来期の契約をしないことを通知された。2019年には再びデイリースポーツの野球評論家を務め、同年10月3日に、 ヤクルトの二軍監督に再び就任した。プロ野球関連以外の仕事としては、2012年12月1日から2015年3月31日までの移植期間で、駿河台大,大学の客員教授を務め、当初の任期を延長する形で2015年4月1日から2018年3月31日までの移植期間で再び、駿河台大,大学の客員教授を務めた。 現在は東京都文京区にてクラスター水やサプリメントの製造、販売などを行っているグローブサイエンス株式会社でスポーツ生理学、生態部門の顧問も務めている。先日のようにフルスイングを心情としており、強打の遊撃士として長年にわたり活躍した。安んにひしての本類だの比率が高く、1988年から5年連続で、 30本塁打を達成しており、通算のアイセップは0.211になる。1987年のキャンプで、関根純蔵監督から直々にバッティング指導を受ける。監督の前で、連日1時間半ひたすら素振りを続けた。時玉監督がいなくなるのだが、いつ戻ってくるかわからないので、池山は必死でバットを振り続けた。実は、関根監督はコーヒーを飲みに行っていたのだが、 池山のニックネームとなる、ぶんぶん丸は、監督のコーヒータイムにより生まれた。広沢勝美とは、講師共に親しく、池虎コンビと呼ばれて親しまれた。引退試合で、広沢も駆けつけたが、その際広沢は、グラウンドでの思い出より、個人的なものの方が多いよと振り返っている。なお池山は2002年のシーズン前に、ファンが望む池山流感じゃなくなったら、辞めるよと述べていたが、 膝の痛みが限界に達したことなどで、このシーズンをもって現役引退を決心することになった。1990年に就任した野村克也監督からフルスイングを避けるように言われ葛藤したが、この年は唯一の打率3割を記録した。なお、長男は浦和学院で甲子園出場経験あり、次男はゲーム系実況者、登録者、 約40万人の人気 YouTuber、バーキシンチとして活躍している。ありがとうございます。